レールに乗らない自分を貫く人生を、ハリー村長だぽい、こんにちは。今日はですね、満天星神社っていうお話をしてみたいと思います。満天星神社なんてあるのっていう話なんですけども、まあ、多分検索してもそんな出てこないと思うんですが、それもそのはずですね。この満天星神社っていうのは、とある夫妻がですね、高知のこの日高村に住んでいたんでしょうか。土地をいっぱいですね、買い取って作った公園ということで、そこの公園でですね、まあ、星空があまりにも綺麗だったということで、こう、まあ、ここに大山の御事、山の神様ですね、を祀って、神社を作ったっていうところで、そういうものがあったので、あ、すごいいいなと思って今日ご紹介してます。何がいいなって思ったかっていうとですね、このご夫妻の、感性ですよね。こういう道断ツツジっていうのが4月にすごい咲いて、あ、これはもう本当素晴らしいということでですね、山を買い取って公園を作ると。そしてですね、その山を僕もちょっと登らせていただいたんですけども、その道のところにですね、こう石碑みたいな形でこう詩がね、いっぱい書いてあるんですよ。で、読んだ方との名前とともにね、並んでると。本当にね、この二人はですね、本当になんかこう仲が良かったんだなと。そしてね、自然から、なんかメッセージをね、受け取る方々だったんだなっていうね、本当に素敵な、夫婦だったなというふうに思いました。で、この満天星神社は平成14年の7月に作られたらしいんですが、今もありますけれども、そのツツジ茶屋っていうね、道断ツツジが多分咲き誇るときには、そういう茶屋なんかも作られて、で、まあ、オープンするのかな。まあ、今はね、ちょっとオフシーズンということで、なんかやってなさそうだったんですが、茶屋さんもあったりとかして、まあ、みんながね、いっぱい人が来るみたいです。僕はこのね、満天星神社とかもそうですし、あ、天が違いますね。星空の天ですね。あとはツツジをこうめでる、このね、シーカ。こういうのがね、まあ、願わくば文化となりね、継承されるようなことがあると、あ、素晴らしいなというふうにさらに思います。このままでも素敵な場所ですので、皆さんもぜひ行ってみてください。高知県は日高村、満天星神社、道断ツツジ、ツツジ茶屋があります。これはね、日高村の由良役場の方から、農津に山に越えていく途中にありますんで、ぜひね、皆さん来てみてください。はい。今日も日高というか、まあ、高知県はですね、すっごい暑い。暑い。本当にもう暑いんですけど、まあ夜になる時にはですね、また草刈りをちょっとやってみたいと思ってます。皆さんも一日をお過ごしください。残りですね。はい。それでは、また明日目にかかりましょう。青年よ、ビジョンいだけ、ハリー村長でした。バイバイ。